大掃除しようかな。あーでも俺去年犬コロ飼ったおかげでゴミ捨てを結構ちゃんとする癖がついた。恥ずかしながら俺ゴミを一回こうガッと溜めてからバー出しちゃうタイプだったから、暇さえあればもうマジゴミとか漁るからさ、匂いにつられて。俺のウーバーゴミをさ、ゴミガチ危ないから、それはまあ犬に感謝したいね。てか犬が感謝しろよ俺に。犬っていうか狼だけどね、本当に危険な本当に危ない狼だけどね。舐められないように言っとくけど、いやチョコとか入ってたらアウトよ。俺マジで心臓止まりかけたもん。メルティキッスのさゴミ加えてた時マジで心臓止まりかけた。それ何加えてんの、ってなって。いや本当はもう超でかい狼になれるけど、やっぱ普段はさちっちゃい犬に擬態してるから、やっぱりでかい犬とかならまあちょっとなんかしょっぱいもん食ったぐらいなら大丈夫かもしれないけど、わかんないけど、ちっちゃい犬とかちょっと食っただけでバグりそうで。いやなんかメルティキッス、あのレーベルの人がさお菓子買ってくれるから、お菓子買ってきてくれるから、俺それレジ袋に入れて持って帰るんだよね、いつも。いや美味しい。ワンチュール代、スーパーチャットありがとうございます。じゃあまあ甘やかさないでください。お菓子食べよう。チョコボール食べます。これもなんかレーベルの人が、うん、うまっ。甘いの食いたくなっちゃった。チョコあげとけばおとなしくなると思われてる。え、俺レーベルの人にチョコあげとけばいいと思われてんの俺。スーパーチャットありがとうございます。今度にもちょっとまあ今日はチュールあげとこうかな。で、毒図本社で B4B やったね。このゲームクソ面白かったけど、てか最近クソにハマってんの良くないな、言葉遣い。今度の影響おいお前クソすんなよって。クソって言わないな、うんこのことは。うんちって言うわ。あー俺 お上品だからさ、うんちょって言う。うんちょ。今年は猫カフェ行かん、明けおめだよスーパーチャットありがとうございます。猫カフェ行ってみたいな。犬カフェでもいい。他の犬見たら霞んじゃうのか試したい、自分家の犬が。いや狼なんだけどね、本当はね。本当は化け狼なんだけどね。うん、え、うちの子が一番いいってなるんだ。あ、どっちも可愛いか。いや別にそうちの子はその可愛いとかじゃないから、うちの子はあの強いだから、うちの子はうちの子が一番強い。で、イカルス、これもイブラヒムとやったね。ここで初登場か。本当はずっと足元いたりしたんだけど、みんなが気配に気づいたのはここか。イマジナリードッグ、あ、ドッグラン行ってみてえわ俺。引っ越してえな、そろそろ引っ越そうかなってずっと考えてんのよな。めんどくさいからしてないけど、なんかちょっと広めんとこ引っ越して、で俺普通に一部屋あればいいから、他の全部屋を犬に開放して、で犬を遊ばせてストレスから解放させる。やっぱ強き者には広い敷地が必要でしょ。引っ越ししたい。でも引っ越しはなんかこれやれたらいいなじゃないな。芝生引くか。うわ俺なんかもうさマジでさ、もう犬の時点でクソだるいのに猫も飼ってみたいわ。猫飼ってた世界線もあったから俺、めんどくささの点でね、お散歩とか。ちょ猫も飼ってみて、トライアルやってみようかな。みんな飼いたい人はね、トライアル一回やった方がいいよ。実際に飼えるかどうかっていうのを試せるんだよね。まあでもやめとこ、イマジナリーキャットやめとくわ。俺の夢は子犬と子猫から育てることで仲良くさせる、で種類の壁を越えさせる、で猫バスとケルベロスに育てるわ。あ、どうしたんだい、ワンさん。俺このこれ嫌い、これ。ワンさん抱えてんだね。こら、お前の飲み物じゃない。俺の健康ミネラル麦茶飲もうとしてたわ、紙パックの。 What? お前が、お前は血肉を食らう生物だろ。麦茶なんかね飲むんじゃないよ。どうなん、麦茶飲んだら死？健康志向の犬もいていいだろ。あ、プレッシャーをかける。あ、どこ行くの、泣いちゃダメ。
こら、こら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 、あー尻尾プリプリさせて怒られてるのに気づいてないね、バカだね。うん、ワンさんが壁破壊してたわ。なんダメでしょ、壁破壊しちゃ。壁はね、破壊しちゃダメなんだよ。あんま知らないよね。あ、口臭っ。口が本当に臭い。ペットフード変えようか、肉に。あ、くっせ、終わってんなマジで。いや、歯磨いてんだけどね。あ、肉の方が臭くなるの。いや、歯磨きね、してる、定期的に。歯磨き指でなんか指サックみたいな歯磨きと、ガムっていうのかな、あのイギーが食ってるようなやつじゃなくて、硬い歯磨くのと餌を一緒になってるやつ。ほら、ちょ何やってんの。ん、掘り進めようとしてる椅子を。こいつ何か脱走しようとしてないか、お前。自由を手に入れようとしてないか。ほら、できな、遊んでほしいのかもしれない。これは熱い。ん、遊んであげよう。そんなことしてる場合じゃないけど、俺弱い判定か。あんま強くはないって。で、なんでさ、ワンさんってさ、プヒヒ、なんでワンさんって引っ張りごっこ好きなの。おもちゃの狩猟本能。宝箱欲しいんだけど。ん、プピ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 、遊んでほしいって。ちょ、俺犬と遊んでくるわ。麻雀むずいし、難しさを体感しようと思ってジャンタも始めてみたけど、無事全敗中。とても無事かったです。いや、むずいよね。あ、怒ってる怒ってる、本能で。プーピー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 、ワンさんと遊んできます。よ、待っとけ待っとけ。狙いを定めて突入する。わかった。ワンさんが変なとこで寝てるわ。なんか配線噛みちぎりそうで怖えわ、ワンさん。いつの日か。どうした、プーピープーピー。バイク設置。お、どうしたどうした。これマーケットだな、多分。え、違う、プピプピしてる。ね、よそ見してた。え、なんか煽り合い始まったんだけど、気持ち悪いって、やめてくれって。いや、俺人の悪意に影響を受けやすいから。味方が争ってるとパフォーマンスが落ちる。俺繊細だからね。見えないでしょ。笑い事じゃねえんだよ。さすがにガチ恋距離だったね。どれ、残り1人であと30秒。ああ、美味しい。ああ、美味しい。うめえ。すぐに見つけ出してくれるから。何かいるか。装備が欲しい。ありがとうよ。タレット展開。よし、バンダルいきます。いや、マジ美味しかったわ。釣った。ワンさんケアしとく？ワンさんどっか出てったわ。今度は普通に扉から入ってきてるよ。飽きっぱだから。常駐したり遊び行ったり。エペとバローはね、どっちも好きかな。お？おもちゃ。おもちゃ美味しいね。ここよ。めっちゃ遊んでる。うわ、強くね味方。西のバイパー、東のクズハだよ、これ。もうどっちも突破できなくなってる。ね。めっちゃ、まっすぐ飛んでない弾が。邪魔すんな。お前。ツン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 やめろ。銃の精度を上げるには相手の目を見て撃つ。うん、くっす。お前臭すぎんだろ。ストッピングが終わって犬のせいにしちゃった。俺のせいです。いや、なんかね、臭いっていうかね、香ばしいいい匂いなんだよな。ついといて。獣の匂いは。おい、今ど。あ？はいしょはいしょ。プーピープーピー。俺が言えたけど、こら！
まあ、何やってんだよ。なんか C タイプの充電器アンチだったみたいで噛もうとしてたわ。タイプ C が良くないな、犬にとって。プピプピ、あ、いる。あ、そういうの。おいで。あ、くせぇ。逃げても無駄。あ、くせぇ。うえ、くせぇ。あー。体洗っても臭いの。いや、臭いっつうか、香ばしい。口は臭いよ、ちなみに。口は臭い。いや、癖になる。箱取った子。せっかくだから。今日さ、うん、なんか暇だからテレビ見てたんだよ。はいはいはい。30分ぐらい。マジ暇だったんだね。ああ、なんか犬を撫でながらテレビ見てたら、うん、めちゃめちゃ深い歌詞の子供向けのなんかみんなの歌みたいな流れてきて。うん、考えさせられた。考えさせられた。ふずは流ワンコの叱り方講座。誰か、叱れません、叱りません、ダメしょって言って終わる。あ、どうした、ワンさん。プープープー。止めたわ。あ、待って待って待って、ワンさん、ワンさん、スパイクを設置。あ、ワンさん、それ、え、俺、あ、誰かの名刺食べてる。ホラー？名刺食ってる。どっから取ってきた？攻守交代前。名刺って食ったら腹壊す。やばいか。なんかパクついてるなと思ったら、これ腹壊しちゃうって。ほんと綺麗にしとかないとさ、なんか食いそうで怖いわ。まあ別にな、名刺の切れ端だけかじられたけど、マジ気をつけないとな。みんなも名刺食わん方がいいぞ。静電気きつそう。あ、俺昨日さ、初めて犬触った時に静電気出たわ。静電気ってどっち側の問題なの？俺側？犬側？電気持ってる側？俺側なんかな。いや、犬は一切驚いてなかったわ。俺だけ驚いてた。うわ、大丈夫、痛くない？みたいな。何にも気にしなかった。俺が飼ってる犬、ジンオウガなんだよね。犬ぬぬ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 ワン。どうした、ワンさん。遊んでほしいの。仕方ねえな。カマチョ。ワンさん、最近泣くようになった。この前ね、あの、マリカの動画見てたんだけど、サワヤンさんに吠えてたわ。サワヤンさんに、めちゃめちゃ吠えてた。ねえ。ほら。サワヤンアンチか。お前は。サワヤンさん面白いでしょ。でも最近吠えるようになったわ。なんかあれなのかな、成長とともに吠えるのかな、吠えない子でも。自我が芽生えた。よくないね。あ、そうなんだ。なんかおもちゃで遊んでほしい時と、サワヤンさんと、あとたまに何もない空間に吠える時ある。寝起きで。なんか散歩中に暗闇に、吠え出したことがあってさ、さすがの俺も爪を立てたよね。フラッシュマンだ。何かいるんじゃないか。はぁ、いるじゃねえか。中行こう。クザについてはオタクの生き量に吠えてる番犬。生き量つけないで我に。行くよ。志村動物園で犬は幽霊が見えるって言ってた。それあれでしょ、なんか犬と喋れるおばさん出た回。あれ？犬と喋れるおばさんだっけ？何らかのおばさんが出た回でしょ、それ。この犬はなんとかで、なんとかで怯えていますみたいな。あ、それ別の回か。動物と話せんの、何？バイリンガルなのかな？今の領地になったコートどなた？クリーニングよ。ABO、4人も弾けたの逆に豪運じゃない？むしろ豪運までないか。ねえ。ワンさん。ダンゴムシみたいになっちゃった。どっかに出したからどっか行っちゃった。おかちやりてえな。みんな落ち着いてー。オールイン。ボタンだぜ。ボタンだぜ。恥ずかしいこれ。恥ずかしいこれ。チェック。チェック。チェック。犬がビビっちゃった。チェック。
チェック。スリーオブアカインド。強すぎてすまん。うざ。うざ。こんなうざいの自分って。コール。